はい、じゃあよろしくお願いします。え今回ママパパシリーズの特別回となります。というのはえ、今回本当は最終回のはずだったんですけれども、普段ご覧いただいている保護者の方からですね、ちょっとこのテーマ、リクエストいただきましたので、今回一回ちょっとこれを挟んで、次回最終回となります。 で今回は何か学ぶことをお送りするというよりも私一応5歳と8歳の男の子の父親なので父親として大切にしているいち、まあ、父親がねただ自分の教育の話あ子育ての話をしていくだけの動画となりますので、まあ、興味ある方はねぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しく思います では、早速ね、始めていきましょう。で、今回5項目、一応書いたんですが、例えば、えっと、挨拶をするとか、自分ありがとうとごめんなさいはちゃんと言うみたいなのも大事にしてるんですけど、それなんか結構、皆さんそうだよねっていう根本的なところはあ抜いてます。だから根本的なところ以外の部分でちょっと聞いていただけたら嬉しいんですが、まず、ほにゃららを大切にするっていうところ、ここがですね、特に私これ最近よくこの大事にしてる部分ではあるんですけど、えー、頼られる。 これを大切にするというのをすごく思っています。あの、今、自分、息子はね、8歳、5歳ですけど、もともと塾講師やっていて、小学校1年生から高校3年生までを個別指導で教えてました。やっぱり子供って学年が上がっていくにつれて、頼るっていう機会が減っていきます。これは今、と見ていただいている親御さん、特に中学生とかのね、子供の、えー、頼る、 回数っっっっていっててて減いるるなってのは実感すすと思うんですこれは思春期も入ってくるのであのしょうがないと思うんですよね。ですけどどっちかというと今この子供がちっちゃいから大事にしなきゃなってすごく思っているとこでこれを結構無下にする場面例えば後にしてみたいな。 ありません子供が何か分かんないことがあるときに、んか教えてとか、ママこれ、みたいな言われたときに、ちょっと忙しくて、もうごめん、と後にして、みたいな。とかって、まあ、どうしてもあると思うんですよ。で、これ、自分も結構あるんですね。ちょっと待って、みたいな。例えば、パソコンで原稿を書いてるときに、ねえねえ、ファファみたいな言われて、ちょっと待って、今、今いいところ、みたいな。待って、みたいな。であるじゃないですか。 で、これはでも仕方ないと思ってて、毎回じゃあそれを子供の方に付き合うのもいいんですよ。いいんですけど、私それできないので、じゃあ何をするかっていうと、例えば、えっと、待っててって、あとでねっていうことを言うじゃないですか。この後での後に、ちゃんと自分から話しかけます。自分から。例えば子供にその、 なんか言われた時に今原稿を書いて育っててって言ったら、それが一段落ついた時にねえねえさっきの話なんだけどって必ず言うようにするんです。そうすると、例えば子供からしても後回しにされたっていうことはなるかもしれないんですが、何かを頼った時にそこにちゃんとレスポンス、ちゃんと返答が返ってくる。つまり、えっと、これは別に後で以外の話もそうなんですが、子供が親を頼りにしたタイミングで何かしらの力になる。自分がアクションを起こす。 わかんないことがあったら一緒に調べるとかもそうですけどっていうのはすごく大事だと思っていてでこれの、えー、と回数の蓄積っていうのがここの減少率に関わってくるとすごく感じてるんですね。熟講師やってる時にいろんな保護者の方と二者面談させてもらってて二者面談をするとですね三者の,の時は出てこないんですが親御さんと二人っきりで話すといろんな教育論が出てきます子育て論が聞けるんですね。 で、いろんな親御さんがいて、結構やっぱりこの部分を大事にしてきた保護者の方っていうのは、傾向として中学になっても結構仲良しの親御さん、と親子関係が多かったんですよ。で、それは一概に言えることではないですし、何も研究をしたわけではないんですけど、やっぱりこの部分っていうのは、やっぱり子供の中で蓄積されていって、 えっと、あとと、ま、頼る回数、ま、思春期とかもね、入ってくるんで、一概には言えないですけど、こういったところには関わってくるのかなっていうのはすごく感じるんですね。あとは人として、やっぱり大事だと思うんですよ。後でって言ってんなら自分から言うべきだよねって。もう一回子供から声かけられるを待つんじゃなくて自分から言うべきだし、自分が逆だったらそうしてほしいんでね。まあ、そんなことを思っております。はい、長くなるんでサクッといきましょう。次ですね。ホニャらラ県は子供にということで、 これはでも子育てだけじゃなくて教育の方でもそうです。教師というか先生としても思っていることですが決定権は子どもと。つまり親とか教師側先生側がですねこれをしなさいとか例えばこの高校に行きなさい目指しなさいみたいな決定をするんじゃないと決定権は子どもにあります。じゃあ、えー、大人は何をする役目かっていうと私これよくキーワードですごく出すんですけど 大人は選択肢を与える方です。子供と大人を比べたときにやっぱり知識としては大人の方があります。経験値も大人の方があります。だから何か例えば子供が習い事をしたい、スポーツをやりたいと思ったときに子供が思うスポーツって野球とかスポーツ、えっと野球とかサッカーがしか出てこないですね、最初はね。でも大人っていっぱいあるじゃないですか。いっぱい調べることもできる。だからこういった習い事、スポーツもあるみたいでよ。バスケもあるし、体操もあるし、みたいな。テニスもあるし、みたいな。 ね、あるって、こういうところに近くで習えるらしいよっていう選択肢を見せてあげる。で、それを決定するのは子供だよねっていう。で、これはすごく大事にしています。あの、例えば、 えっと、まあ、うちの子供はね、アニメがすごい好きなので、鬼滅を見たり、獣通回戦を見たりとか、いろいろ見たりするんですよ。クレヨンしんちゃん見たりするんですけど、例えば、子供からすると、なんでこの場面ってこういうことするのこういうこと言うのって、ふと疑問を飛んでくる時あるんですよね。で、その時に、ちょっとこれ話取れますけど、そういう時に、こっちの答えを言うのは簡単なんですよ。例えば、こういうこと思ってるからこれしてるんじゃないのみたいな。でも、まず聞くんです。なんでだと思うって。 やっぱり子供の意思決定というか、その何かを考えるっていうことはすごく大事にしたくて、それを子供の意思と決定というか考えを聞いた後に、こっちの意見を言うみたいなのもすごく大事だと思ってるんですよね。だから、自分の中で、まあこれは親のエゴかもしれないんですけど、自分の我が子、えっと、自分の子供にもそうだし、自分と関わってる学生のみんなにもそうなんですが、自分で決定できるようになってほしいんですね。決定をちゃんとできる。 人に決められたことをやるんじゃなくて、自分で決めていくっていう。それがすごく個人的な願いではあるので、この部分は大事にしてます。はい。ということで次行きましょう。次、子供のほにゃららに興味を持つということで、えー、これは子供の世界ですね。まあ、子供のほに興味に興味を持つでもいいんですけど、子供の世界に興味を持つと。えー、私の中で NG ワードとしてる言葉があって、えー、これですね。えー、自分の時とは違うと。 ま、NG ワードというか、これで処理しちゃダメだよねっていう感じです。当然、えっ、ー、と、皆さんね、保護者の方と今の子供たちっていうのはもちろんジェネレーションギャップがあるわけで、世界が違うわけです。こんだけね。えっ、ー、と、多分私世代、似てる世代の方が多いと思うんで、保護者の方は。だから、自分なんて今デジタルネイティブじゃないので、こんなにインターネットツール発達してなかったですよね。LINE なんてなかったですし、学生時代に。だから、ママの時とは違うから、 今、しょうがないよねって割り切っちゃったりとかして、その子供の世界、今子供が生きているもの自体に興味を持たないで割り、ど、なんだろ、その、違うっていうもので処理しちゃって、興味を持たない、えっと、親御さんも実はやっぱいらっしゃいます。でもそれをしちゃうと、子供が、じゃあもうママに何言っても無駄なんだねって、パパに何話しても無駄なんだねって、違うで割り切られちゃうからって、ここで切られちゃうんだよね。 でもやっぱりそうなっちゃうと、これは普通に大人同士の人間関係でもそうですよね。あなたの趣味に興味はないですよって言われたらもう二度と話す気ないじゃないですか、そんなの。だからやっぱり、えっと、子供が大人の世界に入ってくるんじゃなくて、大人が子供の世界に興味を持たなきゃいけないと思ってるんです。で、これはもともと思ったきっかけがあって、 塾講師の時に、ある子供がいたんですよ。ある生徒さんがいて。で、その子が結構、あんまりこう、なんだろうな、壁が取れなかったんですよ。女の子だったんですけど。でもその子当時、AKB がすごい好きで、あの、AKB 全盛期です。神セブンの時期なんですけど、私全く知らなかったんですよ。全く知らなかったんですけど、壁取れなかったんで、その子 AKB 好きなんだ。じゃあ次の授業までに、神セブンって言われるメンバーの、えっ、ー、と、顔と誕生日とか名前とか全部覚えていって、で話をしたんですよね。そしたら、まあ喋ってくれる。 やっぱり自分が興味持ってること、大好きなことに自分,と自分が降りていったので、そこから会話のまず糸口が見つかって、でいろんなことを話してくれるし、話してくれるから自分を話すことができる。で、そこでやりとりが生まれて、そこからもう別人のような人間関係が作り上げられたんですよね。 でそれはやっぱ生徒だけじゃなくて子供にも同じことが言えると思うんです。子供はもともとパパママに興味を持っているので、普段から来てくれますけど、こういった違うよねって言って割り切っちゃって話しても無駄なんだっていうことを重ねちゃう。それは蓄積していくとここと似てますけど、やっぱり、えっ、ー、と、向こうから何か話してくれる。自分の学校で起こったこととかも話してくれるっていう機会も減っていく傾向はあるのかなと思っていて、ここは大事にしているところでございます。 では、次行きましょうな、くなっちゃってましたね。えー、褒めと叱りの部分です。これは、まあこれは自分の本でも書いてるんですが、9対1と。で、これは比率が大事なんじゃないんです。違うんです。これは褒めをたくさんしようっていう、これを意識してる部分。これなんでかっていうとですね、自分がもともと無意識、意識をしないとこっちが増えます。叱りが増えていくんです。 だから、もう何でもかんでも褒めろってことではなくて、小さな褒めを大事にしましょうって思ってます。自分の中で。小さな褒めです。褒めのハードルを上げない。自分自身にもそうですし、他人、特に我が子に対しては、他人のお子さんよりも褒めのハードルが上がります。これは間違いない。上がっていくので、小さなことにもちゃんと褒めていきましょうって。で、なんで褒めるかっていうと、それは、この1の叱り、言わなきゃいけないことってありますよね。 叱りが増えていくと子供は叱り体性ができます。体性ができると届けたい叱りが届かなくなる。それが一番怖いんです。私にとって。だから普段から褒めをちゃんと伝える。で、この褒めっていうのも嘘褒めはダメですよ。嘘は見抜かれます。だから褒めのハードルを下げてちゃんと思ったことを褒めていく。それが相手に伝わってる環境ができればちゃんと叱りが届くようになります。言いたいことが。 なので、叱りをちゃんと届けるため、言いたいことをちゃんと言うために、普段から褒めのハードルを下げる。小さなことでも褒めていくっていう。子供に対して、自分大人からしたら当たり前なんですよ。そんなんできて当たり前っていうことはありますけど、子供からしたら当たり前じゃない。まだの経験値少ないですからね。その部分は大事にしております。ということで、ラストでございます。ほにゃららな親を目指さない。えー、これはちょっと逃げに感じる方もいるかもしれないんですが、私は、 すごくこれは思いながら生きてきました。完璧な親を目指さないです。今は SNS があります。えー、ネットでいっぱい調べればすごいパパママいっぱい出てきますよね。で、そことやっぱ比べることはあると思います。特に私も長男をね、まだ一人、子供がね、一人の時に初めてのパパの時にいっぱい調べました。ね、こういうことしたらいいんだな、こういうパパがいるんだなって言って、そこと全然違うんですよ。 小さいことでも怒っちゃう。まだ0歳、1歳でね、やっぱりいっぱい泣くじゃないですか。特に上の子ね、夜泣きがひどかったんで、もう1時間ごとにこう起きて、こうお、おんぶひにおんぶして、もう立ちながら寝て、それでも泣く、もうイライラして当たっちゃうみたいなことがあったわけですよ。でそれでたくさん自己嫌悪になってきましたけど、完璧な親なんていないよねって。だからまずここを下ろさなきゃいけないんですよ。 完璧っていうところを目指したらそこに至ってない自分に凹んで悪循環になってぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃいますよね。だからまずこの完璧ってものを下ろす。完璧じゃなくてどういうパパになりたいのってことを自分の中で明確にするんですよ。で、それがこれだったんです、俺の中で。だからさっきも言ってね、俺はたくさん叱ります。叱っちゃうんですよ。で、良くない叱りもあります、実際に。ダメなとこも。 で、それも、たくさん、褒めっていうもの、叱りはたくさんしてしまうんだけれども、褒めっていうものをすることによって、まあ、相殺するって言いう方も悪いんですが、子供の中で、ネガティブな部分よりも、ポジティブな、楽しい経験で上書きできるように、たくさん楽しいことをしていこうって、本当は、こういうバランスがしっかりできるパパがいいんでしょう。まだまだ俺はね、ほんと力を嘘いでい、修行中なのでダメなんですが、そういった感じで、完璧な親を目指すんじゃなくて、自分がなりたいパパ。 なりたいママがどういったものなのかっていうのをあんまりこういっぱい項目を上げずにシンプルに考えていくと自分は自分が目指しているパパには近づいていけるんじゃないかなと思って今日もこの動画を撮ってる今日もえパパをねまあ頑張っていくと楽しみながら え、追い求めていくというふうにやっております。はい、ということで、えー、駆け足になりましたが、ここまでね、お付き合いいただいた皆様ありがとうございました。まあ、冒頭でも話しましたが、このパパとママパパシリーズ、ラストがラストじゃない、えー、次回が最終回となりますので、よかったらね、そちらもぜひ聞いてみてください。それでは、今回の授業なのかな今回の動画はこれで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。